1975年当時の中村遊郭跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ステレオ写真はこちら。中村遊郭跡中村遊郭は、大正時代以降、名古屋市中村区に作られた、皇居の商家が集まる遊郭があった地域である。現在当地は、名古屋市内唯一の総ブランド集中地区としても、 知られる。古くは、徳川家康による平屋町ぐるわや徳川、宗春による西高寺遊郭、富士三原遊郭、葛城遊郭が知られるが、いずれも出現後金政策がすぐに取られ、長くは続かなかった。江戸期の名古屋で、もっぱら活躍していたのは、百科と呼ばれた師匠であった。幕末期の安政年間に至り、 玉屋町の宿屋都政笹野や商兵なる者が植え、願いして、大須賀門堂の北にあたる北の新地という位置、区域に役者芸人の寄宿を許可され、全自繁盛してきた。1874年、肘町金房、を、優所の区画と定めここに、名古屋の交渉が誕生したが、北の新地の南西、延長伊藤を適当とし、1875年これを入れて、 大須観音の道裏、堀川伊藤の5箇所に移転させ、この一角を、朝日グルワと称することとなった。1876年、皇費8804円を投じて、新地に、旅行場を新設した。1905年頃が、朝日グルワの前世時代と考えられ、昇華173件、将棋1618人を数えた。1912年になり、 名古屋市の都市拡大が進み、風紀上の問題が論ぜられるようになったこと、遊郭の発展で手狭になってきたことから、朝日暮の移転問題が浮上してきた。当時の県知事が、貸子座式取締り規則に改正を加え、終わり国における貸子座式営業区域を南区稲江神殿と限定し、1916年7月限りで、 現営業地においての営業を許可する旨を発令した。しかし、この移転問題に絡む、疑惑事件が発生したことで、朝日暮れはの稲江神殿移転の話は立ち消えになり、代わって愛知軍中村へ引っ越すことになった。結局、稲長は後年、厚田天満町からの引っ越しという形で遊郭が設置されている。戦災前の中村遊郭裁縫の有利が、 池が埋め立て中である国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。中村への移転が決定すると、その移転地につき、名古屋土地株式会社と旭車土地株式会社との間に土地3万1620坪の売買契約が締結、1920年3月から整地に着手。 119,704円を投じて、出来上がった組合事務所中村店付近を中心として、消火軍の真相がなり、開業したのは1923年4月1日であった。またこの日から、中村遊郭または、中村明ぐるわと称せられるようになった。 ただし当時の新聞記事によると、4月1日に一斉移転できたわけではなく、一部の業者は移転未了のままのスタートだった。新生中村遊郭は、日吉、小吹町、大門、羽衣も、賑やかの5つの町からなっていたため、五町外、または五町長と呼ばれた。遊郭移転後、遊郭数、遊興金額、一人当たりの遊興金額とも増加してゆき、 1925年の遊郭数は75万5940人を数えた。しかし全盛を極めたのは1937年頃で、昇華138件、または147件、将棋、約2000人、1件の抱え将棋が13から34人を数え、日本最大級の遊郭となっていた。ちなみに、厚生省の調査によれば、 昭和12年当時の全国の将棋総数44,908人であり、全国の4.5%の将棋が中村に集中していたことになる。また、名古屋新聞によれば、1934年の末のうち3日間の登録者は27,624人、将棋は1,700人であった。昭和3年と昭和8年には、 京都島原からその道の専門家を招いて、オイラン道中の催しを挙行した。県下は、愚かた県からも、見物客が押し寄せ、未曾有の盛況を呈した。当時、中村は有兄代の高いことによって、日本一と言われ、昭和7年時点で、一流楼あたりで1時間2円50銭くらいだった。例祭として、夏の朝鎮祭り、正月の門松があった。 道路となった中村遊郭の堀り跡。遠方には JR セントラルタワーズ。中村遊郭は東京の吉原を模した造りの車だった。外周を幅一軒の堀りで囲み、四隅の道は斜めにすることで車の外周を不等辺八角形とし、外部からでは中の様子を覗くことができないようになっていた。この掘りの後は各北東辺などに道路として現存するほか、 形として残らないまでも、町境として、後を残している。ある商家の構造を例にとると、次のようになっていた。建物は、木造2階建て、三河原武器。中央には、壺庭が設けられていた。1階の表通りに面して玄関が、中央にあり、その左右に、町場と張り店があった。その奥には、中井控え室、主人応接室、布団部屋を挟み、 若干の客室があった。そのまた奥には主事に今があり、建物の最も奥側には水事上、集団で食事可能な広さの台所、脱衣所、風呂があった。水事上には勝手口があり、その外に井戸が設けられていた。2階は坪庭に面して環状の廊下があり、その周囲に数部屋の客室が配置されていた。 ただし一階の風呂の真上にあたる部屋は洗濯、洗浄室となっていた。先の張り店は表から格子越しに覗ける構造になっており、客が実物の将棋を見定められるようになっていた。またこの格子は取り外し可能になっているものもあり、かろうじて置かれた手すり越しに将棋が客を招く場面もあったという。張り店は大正末から 昭和初期には機能していたようだが、昭和5から6年頃から、店玄関付近に置かれた、看板写真に変わるようになった。また、アルバム形式の写真帳を使う商家もあった。張り店の廃止は、東京の吉原等と比べると遅かったようだ。帳場のカウンターか玄関ホールの飾り台に招き猫を置くのが常だったという。客室は接客の場であると同時に、 将棋の生活の場でもあった。中村では、かつての吉原等であった、回しシステムがなかったため、そのための部屋もなかった。客が登録すれば、相方がおののに割り当てられた客室で、いちいち客をもてなすシステムであった。部屋の入り口はそれぞれに趣向が凝らしてあった。くぐり戸のようなものもあれば、色ガラスを張り合わせたようなものもあった。つぼ庭は、 中村遊郭でのトレンドだったようで、狂わないのほとんどの建物は、真上から見ると、口の字やこの事情となっている。これはまた国土地理院が所有する1946年、当時の米軍撮影の空中写真を見ても、明らかである。この壺庭に、稲荷車を置いた例がある。また消火廃業後、壺庭を通路として利用し、アパートに改造した例がある。 クルワ内の建物は、1軒につき、約30万円を費やしたと言われ、大正末当時の建築技術を、最大限に発揮して建てられたものが多く、近代の文化財としての視点からも価値がある。実際、クルワ内の4軒が、名古屋市都市景観重要建築物に指定されている。昭和12年当時、クルワ内のほとんどの商家で、当時まだ珍しかった電話を個々に設置していた。 中村遊郭の人口ピラミッド。1937年当時。稲川勝次郎、中村明来るわ遊女館。陥楽の名古屋趣味春秋社から集計した。昭和12年当時の人口ピラミッドによると、将棋の年齢幅は19から38歳で確認できる。総人口は2000人を超えている。人口ピラミッドの方としては、 女性のみの就業期人口のみが集まる得意な都市型と位置づけられる。しかしながら22歳を人口の頂点として年齢を重ねるに従い、急激に数を減らしている形は藤山型に通ずるものがある。藤山型は多山多市の途上国に見られる型であり、中村遊郭の場合も若年層の将棋を中心として発展を続けてきたが、将棋は長く、 格内に居つかず、すぐやめていく傾向が強かったことの反映と考えられる。一方で、最年少の19歳が20歳に比べ極端に少ないのは、格側が極端な定年齢層への雇用を控えていたこと。プロの将棋として、客前に出るまで、入り格悟ある程度の教育機関が必要だったことの反映との見方ができる。一方、 22歳に比べ、20歳21歳が少ないのは同様の理由によるものか、すでにこの時点で中村優格の若年層による発展に陰りが現れ出したことの反映なのかは、前後の年代の資料がないためはっきりしない。中村優格成立当時はすでに現象議会法令が出されて久しかったが、内規などで将棋たちは大門から外への自由な外出ができなかった。 外出ができないため、必要な物品は、消化経営者経由で買わざるを得なかった。その一方で、太平洋戦争の戦後の一時期を除いて、白藩での食事が保障され、それだけで貧しい育ちの娘たちを集めることができたという。日中戦争勃発以後、次第に戦時体制が強化され、中村遊郭への客足も年々少なくなっていった。 日米海戦後の1943年、中村雄閣はついに企業整備を余儀なくされ、消火わずかに19件、将棋は220人に縮小された。そして休業中の消火は、三菱航空、三菱発動機、大道成功といった、軍需工場の寄宿舎両施設に早変わりして、核の上司は失われてしまった。当時名古屋は、 軍事工場工員の収容力法は点に達し、特殊建物を転用しなければ、多数の工員を包容することができない状態だった。異様を誇った中村遊郭も、戦災で55件が消失した。特に賑にやか町の被害が多かった。現業を続ける者は19件のみであった。それでも吉原東田地域の遊郭に比べると有料な。 残存建物の多さが際立っていた。終戦直後、新中軍軍人の灯籠がにわかに増え、当時営業していた店舗、芸議だけでは対応しきれないほどになった。しかし1945年12月15日に、新中軍の灯籠金指令が発せられ、灯籠客はガタ落ちとなった。政府は1946年2月2日に内務省令第3号をもって、 交渉制度の廃止を通達した。その後もその趣旨を徹底させるために度にわたり、交渉制度の廃止に関する指導取締りの件なる通達が出された。しかしながら、昭和21年9月、まず警視庁を管内で、接待所やん所等の転換措置に関する件なる改善指導策が出され、同様の措置が全国の遊格営業地に伝播した。その内容は、 旧来の商家としては、営業が認められないが、特殊飲食店と名義替えすることによって商家に、準ずる営業内容をも認めようというものである。中村優閣の組合は、1945年9月、朝日ぐるわかし座敷組合を、明楽園組合と解消すると同時に、貸し座敷を特殊飲食店に変更、商儀を、芸儀と解消した。 さらに翌昭は21年4月、特殊カフェへと解消、芸儀を旧自負と改めた。かつての中村遊郭は、いわゆる赤線の一つになった。この時期東海地方では、明楽園以外にも同様な特殊カフェ組合が組織され、中でも上等園、八幡園、新洋園などの園という名称が流行した。これらの名称の中で現在まで持続しているのが、 岐阜市の金津園である。1953年頃には、営業者は81件、旧自負は約900人まで回復した。しかし、新中軍の登録禁止令以降の不況は長引き、加えて、国鉄名古屋駅近辺に増えてきた外省や、新興の非公認業者の台頭で、戦前ほどの活況を取り戻すまでには至らなかった。なお、 観楽の名古屋に見る昭和12年当時の閣内名サイズと昭和30年代以降の住宅地図を比べると店の位置の変更が多々ある。戦中に消失した店の再配置等が原因と考えられる。旧閣内設置の新大門商店街、シンボルアーチ1958年の売春防止法の施行は4月1日からだったが、明楽園では、 業界のモデルケースとなるべく、1月からの自主転廃業に踏み切った。旅館に転業が約40件、トルコ風呂に転業したのが約10件、飲食店に転業したのが約20件あった。中でも、転業費用が安かった旅館は、転業当初から1ヶ月に10から15人の客しかつかず、わずか3ヶ月後の昭和33年4月にもなると、 旅館許可を返上したり、許可はそのままでも店を閉ざす者も現れ、早くも再転業の声が出る始末となった。名楽園組合は解散し、代わって61件のみで、新名楽園組合が組織されたが、かつてのような同一営業体での組織ではなかった。1973年1月1日当時では、トルコ風呂18件、サウナ1件、 バー四十八件を数えた。旅館は、供給過剰状態が続いたが、旅館、ホテル需要が逼迫した九百七十年の日本、万国博覧会期間中は貴重な存在となった。その後老朽化等で徐々に件数を減らし、二千九年には、全滅となってしまった。ソープランドについては、二千九年現在でも名古屋市内、唯一の集中地区となっており、 10件を数える。しかし、東海地方の総プランド街として、常に比較対象とされる、岐阜市金津園と比べると、劣勢は隠しようがない。売春防止法施行以降、来たるべきトルコフロ時代に向けて専業化近代化に努め、現在でも数十件の規模で生き残っている、金津園とは明暗を分けた結果となってしまった。旧中村遊郭内の総プランドは、 た地域のそれと同様、徐々に数を減らしている。かつての中村遊郭のシンボルとも言えた、遊郭時代からの建物は徐々に減少してきた。建物が解体された跡地には、マンション、病院、スーパーマーケットなどが建ち、旧遊郭は、名古屋の住宅街の中に埋没しつつある。そこで地元では、街の賑わいを取り戻そうと1991年から、 新大門商店街を立ち上げ、街ぐるみで活性化が続けられている。大正始めまで田畑しかなかった、中村遊郭建設用地を整備するために、たくさんの土砂を掘ったので、遊郭西隣に有利が、池が生まれた。夏は、ート魚釣り等でにぎわい、中村周辺に住む人たちの憩いの場所であった。初期の遊郭名物であった花火大会の仕掛け花火は、 この地範で行われた。池の中心には、南から伸びる半島が設けられ、その半島には、弁天寺が作られた。当時有利が池では将棋による、闘神自殺、病死した遊女で、身寄りのない者の,の死体息が絶えず、自殺した将棋や息された遊女の霊を慰め、かつ自殺防止のため、女性の幸福を守る守護神として、 琵和湖の地区武藤から七福神で唯一の女神である、ザイテンを迎えての混流であった。弁天寺には、ザイテンのほか大日如来、不動明王、稲荷神、地蔵菩薩などの神仏が祀られていた。当時の地形図上では神社として記されている。有利が、池は名古屋の名所の一つに数えられるようになったが、1935年頃、 この池は埋め立てられた。その後地に1937年名古屋第一赤十字病院が建てられた。その後弁天寺は中村区藤江町に移転し、病院内にデザイ店の分身を残すことになったが、この分身も病院の建て替えに伴い、2006年から弁天寺に一時預かりになっている。この分身は2009年11月頃に、 病院に東北西閣の新しい弁天堂へ戻ってくる予定である。中村遊郭北西部、中村区道下町にあった病院。木造2階建て。この病院は1900年10月正義、取締り規則制定実施に伴い、大須明区付近に、公衆衛生上、正義の喧嘩日執行のため、愛知県立、名古屋かけるカビ院として設立されたものを起源とする。 その後、名古屋診療所と解消、以来もっぱら将棋の検診治療を行ってきた。朝日ぐるわの中村移転後、この病院も1925年に中村遊郭近房に移転し、名称も県立中村病院と解消した。1948年9月に性病予防法が実施されて、この病院の使命も一段と飛躍し、昭和25年から、 一般県民にも開放された。中村病院の寄構は、昭和28年当時、婦人科、皮膚皮尿器科、内科、理学療法科となっていた。明楽園時代、毎週金曜日が検診の日だったという。その後この建物は、愛知県立高等看護学院として転用されたが、現在は取り壊されてしまった。当時を忍ぶ者は、門中と兵のみである。 一旦さら地となってしまったが、土地の一部は、名古屋第一赤十字病院の施設として利用されている。中村遊郭北西部、かつての県立中村病院の門前に位置する。毎年11月の鳥の日に、鳥の位置が行われ、名古屋市内の商工業者商売繁盛の祈願に訪れる。遊郭にとっても商売繁盛祈願の地であり、神社内の炎物には、 かつての格内老名が刻まれているものが多い。ありがとうございます。